たくさんのおとぎ話は私を悪夢から解き放ち心地よい眠りを与えてくれたものでした。エントリーしといてやったぞ。感謝しろよ。超感謝しろよ。え？自分たちも参加したかったんですけど、この怪我じゃちょっと無理なので。いや、僕は出ないよ。なんでだよ。大会でアピールすれば女子の 2,3 人くらい簡単に持ち帰る。持て余すようなら自分たちに回してくだ。せっ、おお、なんか急に腹が。同じく食あたりかな。気をつけないとね。はあ、大会ね。だがモブ歴の長い僕にはわかる。これはモブのふりをした目立たないタイプの美人だ。ねえ君、少し話せる？ニューか。学園に通うの？いえ、借り物です。制服を着ていれば目立たないので。なるほど。武神祭の選抜大会ね。当然平凡なモブである僕はそんなものに出場して注目を集めるつもりなど全くなかったのだが。昨日捕獲した黒ずくめの男ですが、やはり強い洗脳によって精神が壊されていました。ディアボロス教団の先兵チルドレンサードに共通する特徴です。残念ですが、どのような方法でも情報を吸い出すことは不可能でした。魔力適性のある孤児や貧民の子供に薬剤投与と洗脳を施し、ディアボロス・チルドレンを作る、長年続いている教団の手口です。教団の目的はシャドーガーデンの名を語り我々を誘い出すことでしょう。余計なことを。僕は出ないぞ。承知しています。ただそれに加え、先日オートでネームドのチルドレンファーストが確認されました。反逆遊戯のレックスです。ネームド？はい、チルドレンでありながら自我を維持するファースト。しかもネームドがオートに展開しているとなると
さらなる目的があることは明白です。そうか、根源的な目的に照らすなら用意された部隊であっても取り得る手段はある。シャドウさん、これは好機だ。好機？奴らの計画を逆手に取るということですか？そのための備えは済んでいる。とはいえ練り込みも必要か。じゃあね、ニュー。今あるのは24か。せめて倍は欲しいな。いかなる状況でも即座に最適な答えを導き出す。いえ、最初から答えを手にしている。これが影の英知。学園生活、本当なら私も。本当のことを知らないまま生きるよりは今の方がいい。これまでの活動を日誌にしたためております。私たちの幼き頃の思い出や出会いなど様々な日誌がございます。これまでの活動を日誌にしたためております。私たちの幼き頃の思い出や出会いなど様々な日誌がございます。そこまで。勝者クレア影の。さすがクレアさんね。アイリス王女から目をかけられてるらしいからな。さてローズ生徒会長にどこまで迫れるか。アレクシア様が怪我で欠場してなけりゃな。さあさあ、ここで張らなきゃ男が廃るってもんだ。ヒョロ君、書けないんですか？鉄板のはずの第一試合に持ち金全部突っ込んだ。ひどい番
狂わせでしたね。月末までパンの耳食うしかない。じゃがいもだけなら融通しますよ。さあ次の試合は大本命、最強の生徒会長ローズ・オリアナ先輩の試合だ。第4試合に張るやつはいないか。逆張りが当たれば超大穴の1万倍だ。そういえばシド君どうですかね。え、あいつ出てる。それはさすがにひどくないですか、ヒョロ君。生徒会長ローズ・オリアナ、芸術の国オリアナの相手は実力最強にして人気最高。僕の名前など誰一人呼んでいない。今こそ厳しい修行の果て、その果てに極めた48の奥義を見せる時。ローズ・オリアナ対シド・カゲノウ。試合開始。ローズ・オリアナよ、君はついてこられるかな。極限にたどり着いたモブの戦いに。モブ式奥義、切りもみ回転受け身ブラッディトルネード。絶対王者に1回戦で無様に負ける役、まさにパーフェクトなモブだ。勝者ローゾイ。まただこれで終わりなんて冗談じゃない。君本当にまだやれるのか。審判、彼の目はまだ死んでいないようです。ありがとうございます。続けましょう。まだモブ式奥義は47も残っている。
なぜ立ち上がれるの？勝者、ローズ降り。まだだ。まだ僕は。ああ。まだだ。そうまでして斬撃、それも10度を超える斬撃、その全てに私は魔力を込めた。それでもなお、まだ終わりじゃない、そういうのですね。試合開始の際、あなたを侮っていたことをお詫びします。だからこそ、これで終わらせます。そこまで。勝者、ローズ・オリアナ。待ってくれ、僕はまだ。ダメだ、これ以上は危険だ。担架を急げ。ひどい出血だ。離せ。患者がパニックで暴れ出したぞ。試合は私の勝ち。でも、心の戦いは完敗だった。シド・カゲノー君、あなたに敬意を。これまでの活動を日誌にしたためております。私たちの幼き頃の思い出や出会いなど、様々な日誌がございます。ここは各地から集められた様々な本が収蔵される、いわば図書館。興味のある本はございますか？
幼き頃、主様から聞かせていただいたたくさんのおとぎ話は、私を悪夢から解き放ち、心地よい眠りを与えてくれたものでした。危なかった。無傷の体を見られたらさすがにまずい。あと少しで自分の体を切り刻む羽目になるところだった。残り33の奥義はどこで発表しようか。どこかでいい機会があればいいけど、いっそ定番のあれでも起こってくれれば。誰だっけ？学術学園に知り合いはいないけど。お怪我大丈夫ですか？かろうじて重傷は回避したかも。よかった、試合見てました。そう、ありがとう。剣術の試合とかいつもは見ないんですけど、何度も立ち上がってすごくかっこよかったです。かっこよかったの？はい。変わった感性の子だな。まあ中にはそういう子もいるか。これ。これは？お返し？なんだろう、いいモブムーブを見たお礼ってことかな。ありがとう。もしよければお友達からお願いします。友達？なんでかわかんないけど、特に問題もなさそうだし。いいよ。バーネット、学術学園副学園長。かつては武神祭で優勝経験もある文武両道の剣豪。僕はモブになるために関わってはいけない主要人物はチェックしている。そして彼をお父さんと呼ぶこの子はシェリー・バーネット。まごうことなきネームドキャラだ。学術学園の生徒とは関わりが薄いから油断していた。僕の独自調査によると、彼女は学術学園で最も主要キャラになりうる存在である。
主人公に的確なアドバイスをしたり、物語の大きな謎を解いたり、ボスを倒す強力な装備を作り出したりするポジションになるはずだと勝手に思っている。学術学園の生徒とかとは直接戦うことはないだろうし、ぶっちゃけどうでもいいから忘れていた。やっぱりどこか痛いんですか？ああ、いやいや大丈夫。シドカゲノオ君だったね。怪我はいいのかい？奇跡的になんとか。ああそうだ、手加減してくれたのかも。そうだな、ローズ君なら力加減を間違えないだろう。でもちゃんと医師に見てもらいなさい。いいね？ああはい、まあ帰りにでも。見てもらったら怪我してないのバレるから無理だけど。この子は研究一筋でね、今も騎士団から依頼を受けてアーティファクトの解析に没頭している。だからろくに友達もいないんだ。お父様。今はこうしているが、昔はいろいろあったんだ。できれば仲良くしてやってくれ。これは一人の父としての願いだ。いやー僕モブなんで、ネームドと仲良くするのはちょっとって言える状況じゃないな。はい、じゃあ僕早速病院に行きます。とりあえず怪我ってことで何日か休んで距離を取るか。幼き頃主様から聞かせていただいたたくさんのおとぎ話は、私を悪夢から解き放ち心地よい眠りを与えてくれたものでした。シド君、お医者様とか言ってたし、お見舞いとかに。おかしくないよね、お友達とも。どうしちゃったんだろう私。このままじゃ何も手につかないよ。よし、決めた。おいしい。やっぱコーヒーはブラックに限るわ。あの甘党みたいにミルクドバー砂糖ドバドバーとか邪道よ邪道。
誰？学術学園2年のシェリー・パーネットです。何かご用ですか、シェリー先輩？突然すみません。ほう、中にどうぞ。ちょっとまずいかな。いやいや、先輩なんだから堂々としなきゃ。そっちが流行りなの？え？いえ、なんでも。あ、おいしいです。そうですか。三つ星商会の最高級の豆です。お気に召してよかった。三つ星商会。あ、チョコレートのお店ですね。すごいな、三つ星商会。甘くてクリーミーでとっても美味しいです。シェリー先輩がお見えになった理由は想像がつきます。あ、アーティファクトの解析の件ですよね？あ、違います。生徒会選挙の日程の。学術学園はそちらとは別日ですよ。そうですか。では何のご用で？実はですね、アレクシアさんにお伺いしたいことがありまして。はい。あのですね、アレクシアさんはお付き合いしている男性がいらっしゃったとか。はい。ですから、シド・カゲノー君とお付き合いされていたとか。もう別れました。そうなんですか。あ、でもお付き合いされていたのは事実なんですよね？本当に付き合っていたわけではなく。諸事情により付き合っているふりをしていただけです。よかった。実は私、先日シド君とお友達になったんです。そうですか。はい。それでお二人のことがとても気になってしまったんです。あの、もしかしてご用件はそれだけですか？はい。研究も手につかなくてどうしたものかと。お二人がお付き合いされてないことが分かって本当によかったです。それはよかった。
コーヒーもごちそうさまでした。ここに収蔵される本は後世まで残されるべき人類の遺産。もちろんその中には主様のご活躍を記した書も含まれることでしょう。5日ぶりの投稿は、なぜかクラスのみんなが僕に優しくなったような気がしたけど、多分気のせいだ。世の中変化なし。これぞモブの本懐だ。あれ、もう終わり？まだ授業の時間残ってるだろ。今から生徒会が来て選挙の説明ですよ。聞いてなかったんですか？選挙？どうせ偉い家のやつが選ばれるんだろ。てか3年いないのに生徒会選挙ってあるんだろ。3年生の課外活動は今週いっぱいだし、投票は来週以降でしょうね。いいよな、外だと出会いがあるかもしれないし。ですよね、大人のおねえさんは。同学年にはない魅力が。失礼します。お時間をいただきありがとうございます。生徒会の補欠選挙について説明に参りました。会長、俺のこと見てたぜ。そうだね。おいおい、生徒会にスカウトされるかもな。そうだね。おいおいおい、めんどくせえのは嫌いなんだけどよ。そうだね。始めるぞ。自由への道は遠そうね。閉まってる。なんで閉まってるのよ。
まだ授業中よね。これは学園で何が起こってるの？書物というのはついつい時間を忘れて読みふけってしまいますね。どれかお読みになられますか？これは魔力が寝れない。これらを踏まえまして、私たち生徒会はより良い学園生活を。誰も気づいてないのか。強引にこじ開けるか、さらに細くすれば寝られるかも。来る。なっ。我々はシャドウガーデン、この学園を占拠する。そのまま席を立つな。全員手を挙げろ。ここがどういう場所か分かっていないようですね。原始学園を占拠する、正気の沙汰とは思えません。武器を捨てろと言った。お断りします。見せしめにはちょうどいいか。何が？会長！魔力が。ようやく気づいたようだが、気づいたところでもう遅い。魔力がなければ魔剣士の剣は防げない。授業で習わなかったか？
な。ここは各地から集められた様々な本が収蔵される、いわば図書館。興味のある本